主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。水月です。この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、うん、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。はい、はい、おもれき第199回です。199。はい、さあ水月さんは何ラジオって聞きます？普通のラジオ。ラジオ、はい、最近はね、FM ぐらいかな。あ、聞きます。実はですね、このおもれきは、ポッドキャストで配信しているんですけど、5月の終わりからですね、実はインターネットラジオで、らしいね、放送がされているんです。放送、はい、で、インターネットラジオ、このポッドキャスティングも、インターネットを通して聞く音の音ですから、ラジオの位置づけなんですけど、AM とか FM 放送とかって、電波を使って、放送されてるじゃないですか、はい、でそういう放送、ラジオ放送の流れ、タイムスケジュールに合わせて番組を放送している。でインターネット回線を通して本当のラジオ番組みたいな感じでインターネットラジオを放送しているスタイルというのもあるんですよ。へえ。で、そういうインターネットラジオ も、世界中たくさん放送されているそうなんですけども、ほう、私たちの番組もですね、そういうインターネットラジオ放送局なのかな、の一つグッドエアという放送局からおもれきが放送されてるんです。電波じゃないの、ね、電波じゃないので、ホームページで、パソコンで、ネットがあればどこでも聞けるってことね。グッドエアですね、GOODAIR、 ああで、検索してもらうと、出てくるんです、うん、でおもれきはいつもこれ日曜日にポッドキャストでは配信してて、我々のね、はい、うん、いつものこの普通のスタイルは、ね、はいはいはい、でグッドエアさんの方では毎週月曜日の午後11時から、はい、11時、はい、23時、23時から、放送されています。最新回が放送されています。最新回と、はい、なんか過去分をローテーションしてるんでしょ。そうです、月曜から金曜日の、25時から、毎日過去回がランダム放送、深夜1時、はい、されているんです。で、ポッドキャストはね、聞きたい時に、そう、ね、好きなタイムで聞けるんですけど、普通のラジオとかはタイムスケジュールに合わせて放送されていますから、じゃあその時間にネットをつながないと聞けない、ね、聞けない。あ、なるほどね。で私も、何度か聞かせていただいたんですけれども、なんか不思議ですね、11時ですって言ったらおもれきが始まるんですよ。あ、なんかモノホンっぽいね。ちょっとまた一つ大人になった、大人になったような気がしますね。でグッドエアさんは、はあ、学生さんを積極的になんか仲間に入れて、番組作ったりとかしているところなんです。九州の方なの？九州のね、熊本は八代です、ね、ああ八代、へー、で、から放送しているので、ちょっとリスナーの平均年齢が下がるかも。中高生が多いんだ。はい、うーん、なのでこんなお兄さんたちがやっているおもれきですが、グッドエアお聞きの皆さんもよろしくお願いします。あ、じゃあこれはまた聞かれるわけね。聞かれますね、はい、ちょっと不思議な感覚で、皆さんもぜひそちらでも聞いてみてください。あ、そうか、最新回はまたこのうちの本ちゃんのポッドキャストで配信したのを日曜日で、で月曜、次の日には、次の日の同じ音源が、同じ音源がラジオから熊本の人に、あ、熊本だけじゃないか、そうか、インターネットつながるところですから。なるほど。でインディーズバンドをたくさん応援しているラジオ局なので、あ、向こうは音楽も流れるんですよ。へえ。おもれきなんかちゃんちゃんしか流れないじゃないですか。
そうだけど、うん、やってる人が、ね、あの中村さんという DJ さん、あなんか最初お便りもらって あのどんな人かも存じ上げなかったんですけど、ラジオを聞くとものすごいプロ、ああそうですね、 おしゃべりがお上手ですね。本物だよね、うちらみたいにだらだらしゃべってるのとは違うので、うん、なんかそんなとこで扱ってもらえるなんてちょっと恐縮なんですが、うん、はい、こちらもぜひ聞いてください、はい、宣伝でした。宣伝、さて、今日はですね、ハニワをちょっと取り上げようという感じ。ハニワ、はい、まあ、ほら前土偶をやったじゃないですか。で国宝の土偶を5つ紹介した回があって、ありましたな。じゃあ次は埴輪かなってことで。なんじゃそれ、はい、で土偶は国宝が5つあるんですけど、うん、埴輪、国宝に指定されてる埴輪って全然ないんですね。あ、そうなの。東京の国立博物館にあったやつかな、あの昔のほら200円切手のさ、あの埴輪くんみたいなの、武人の ね、うん、あれが国宝に指定されてるぐらい。ああ、あれ国宝なんだみたいで、あとは全然。でもこんな、なんだっけ、踊るあれとかは違うんだ。違うみたいよ。あ、そうなの。ケリーさん好きな踊る埴輪とかは国宝ではね、十分とかには言ってるのかもしれないけ ど、 なるほど、ね、ちょっと扱いが違うんです。さあ、よく聞く埴輪ですね、日本史ではおなじみの埴輪なんですけども、うん、ちょっとまず定義的なことから。古墳の墳丘上あるいは外包み、外邸などに立て並べられた素焼きの土製品、土製品、土、うんうん、粘土で粘土焼いたやつ、うん、で埴輪の埴、うん、っていうのは赤や黄色のきめ細かい粘土という意味なんですって、うん、で和、埴輪の和は古墳にあの和のように並べて置いていたから和という言葉が入ってきたという説や、埴輪の初期がまた後でも出てくるんですが、あの円筒埴輪、うんうん、なので、その形から、埴輪の形から和というのがついたんじゃないかという説があるそうですが、うん、まあ粘土と輪っかという言葉から来てるそうです、はいはい、うん、で埴輪の起源なんですが、吉備地方、岡山県と広島東部の、うん、弥生時代の墳丘墓に見られる祭りに使われていた土の土台と壺のセットが起源なんですって。死者に備えられたというのか、うん、備えられた祭りの土器が畿内、近畿地方の方ですね、の大型の前方後円墳が形成されていく中で取り入れられ、古墳を飾り円筒埴輪として発展してきたものと考えられているそうです。もともと壺とそれを壺を乗せる台みたいな土器があった、うん、まあ、まだ道具みたいなものなんですね、はい、でこれが合体して円筒埴輪というものになってきたそうです、うんうん。僕埴輪っていうと、あの中国の真似なのかなって思ってた。中国、中国のほら兵馬俑でさ、秦の始皇帝のお墓からさ、うん、いっぱい人形出てくるじゃない、うん、でっかい、うん、あれがど田舎の日本まで来ると、あ、雑くなってあんな土の人形になったのかなって思ってたんだけどそういうもんでもないみたいね。 あれなんかね、こう純子でしょ、もともと要するに本当に生きた人間を埋めてたのを代わりにこう人形さん作りをしてという話でしょ、うん、でも本当に人埋めてたらしいね。なんかそんな、なんか大陸の方で、中国はね本当に、まあなんか多分後で出るんでしょうけど、中国の墓なんか本当にね、いっぱい人待ってるけど、日本でそういう事例ってないでしょ。聞かないね、うん、
あれはあの火の、これも喋ったよね、昔喋ったような気がする、火の鳥で読んだ、まあ、そういうね、あれはハニを輪っかにするって話が出ましたね、はい、うん、さあ、じゃあハニワはいつからなのか、日本書紀によりますと、うん、水神天皇32年の7月の記事に、のみのすくねが今までの巡視に変えて粘土を持って人や馬やさまざまなもののかたどって土物を作り、これを埴輪と呼ぶようになったと書かれています。で、水仁天皇の叔父の大和彦命が亡くなった時、そばに仕えている人たちも生きたままお墓に埋めてしまいました。それがとても痛ましかったので、天皇はこの習慣をやめさせたいと思っていました、うん、その後皇后のスーバース姫の御事が亡くなった時、恥氏、恥、土のお師匠さんって書いて恥ですね、うん、恥氏の祖先ののみのすくねが粘土で人や馬を作って、これを生贄の代わりに並べたらどうかと天皇に提案し、それ以降埴輪を古墳に並べるようになったという説話ですということですね、うん、まあこれあくまでも伝説上の話で、うん、その水仁天皇の頃には人型の埴輪っていうのは作られていた形跡はないので、ああ時代的に、ね、うん、合わないんですけど、まあ何かしらあったんでしょうなと、うん、日本にね、でも巡視の風習ってあったのかな、邪馬台国、そうじゃん、いや、そう、あれ、あれ義治和神殿には書いてあるけど、日本の古墳でそんな墓見つかってる、聞いたこと、大量に死体が一緒に埋まってるなんて、聞いたことないです、うん、義治和神殿にはね、なんで100人だか200人埋めたって書いてあるけど、うん、ないけど、まあでも多分日本にはそんな習慣なかったんじゃないかなと思うけどな、うん、まあね、まあこの、まあでもこんな土の一応まあ伝説はそういうことだね、うんうん、でもあれなんだね、こうこの頃からこうかわいそうにとか思ったとか、うん、ね、やっぱり昔の人も優しい人がおったんだね。すいません、でもさ、あのほら、例えば仁徳天皇陵とかさ、応仁天皇陵とかさ、すごくでかい古墳じゃないですか。そうね、あんなとこに人埋めてたら日本全滅しちゃわないかしらっていうぐらい死んじゃうよね。いっぱい埋めなきゃいけないじゃないの。ああ、まあ広さとは比例しないでしょうけど。ね、うん、何あれってさ、ほら卑弥呼なんかも、まあ、よくわかんないけど100人とか200人埋めたっちゅうじゃん。あれ一つの穴に200人埋めたってわけなの。そらいろいろだけどね、中国のそれこそなんとかの皇帝の墓とかだろう、本当にこう並べて。何十体って待ってるやつとか、横になってるの、立ってるの、寝かしてるやつもあるし、首切って入ってるやつとかもあるしね、うん、実際そういうのは見つかってるけど、うん、日本でそんなのないよね、聞かない ね、うん、まあまあなんかこれは話は外国のパクリじゃないかなと思う、あ、日本書紀とか古事記の話でしょ、これはどうなんだろうね。さあ、じゃあ今度はね、埴輪の種類についてですね、うん、まあ、いろんなタイプがありますが、一つは円筒埴輪。埴輪のうち最も多いタイプで、最も早くから作られたタイプ。円筒埴輪は古墳の周りや中段を取り囲むように礼をなして出土する場合がほとんどで、墳丘の崩れを防ぎつつ、古墳という聖域を区分する目的で配置されたものと考えられています、うん、まあそのまま円の筒ですよね、植木鉢のお化けみたいですね。私もね、見たことはあるけど、でもいろんな形がデザインがあるね、まあ多少ね、地域性とか時代によって違いますけどね、うん、もうどこで印象に残ってるのはそこだね、あの奈良の橿原宮のところに、うん、橿公圏文化センターなんか研究所あるじゃん、 ありますね、あそこの博物館でよ
見るのが印象に残ってて、あ、なんかバカでっかいのありません？大きいね、なんか人の丈ぐらいありますね。だから人が入るぐらいのさ、うん、昔の棺桶みたいな、あの桶みたいなバカでっかいのとか、まあ、あれもね本当にこんな 40〜50センチのから本当に大きなやつまで、土管みたいなですね、うん、ああそうそういいね、土管とかみたいなのあって、でもあんなね 40〜50センチぐらいの、ああ、まあ、なんか夜景作れ、僕でも作れそうな気がするんだけどあの土管みたいな、あんなバカでっかいのってどうやって作ってたのかしら、ね、それはこねて焼いたんでしょう。いやそりゃそうだけどさ、でそんなでっかく作んなきゃいけないものなの？そらまあね、やっぱりみんなデモンストレーションだから。ああ、うん、なるほどね、はい。実際にこう並んでるの見たことないんですか？あのあるある、復元したやつあるじゃん。復元したのね、最近僕の記憶に新しいのはあれ、あそこほら明石海峡のところ。ああ、五色塚、ね。ああ、それそれそれ。あそこ綺麗ですね、うん、確かに、うん。あれ並べてて、うん。うん、吹き石とこう、ね、コントラストが確かに綺麗ですね、うん、はい。続いてね、人物埴輪、うん、男には鎧兜を身につけた武人、清掃した身分の高い人物や好きや釜を持つ農夫、うん、なんだこれ、鷹匠、鷹匠、琴や太鼓を持つ楽人、うん、思考を踏むことで悪霊を追い払う、悪霊を抑える力士などがあります、うん、女性には祭りを司る巫女を表したもの、うん、美しく着飾った貴婦人、うん、捧げ物を持つ人物などがあります。特に古墳の前での儀式に直接関わる巫女は重要な位置を占めていますと書いてあります、うん、資料には、うん、まあハニマルくんが、まあイメージ的にはね、いわゆるハニワっていうとこれでしょうね、うんうん、200円切手ですよ昔のね、うん、赤いやつよね、赤いやつね、うん、あれが印象に残ってて、僕それを東京の国立博物館で見ましたし、はいはいはい、あとね、なんかいろんなとこに古墳、あの、はに、まあ、埴輪で出てくるじゃん、うん、でその奈良で見たのは座ってる人あ、椅子にこう、うん、手組んでるでしょ、うんうん、まあ、手組んでるのかな、なんかブラーンって座ってる、どうだったっけな、なんかこう、うん、ちょっと待って、なんか iPhone に写真が撮ってあるんだけどな、それを探すのが大変。でもあ、なんか可愛いなって思った、うん、こうふ、男の子か女の子か分かんないのがあったりさ、あーこれ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 、でかどこだっけ、兵庫県で見た、へー、埴輪、そんなんあんにゃん、あのなんつうの、これなんだろう、4、5メーターあるよねこれね。そうやね。これ偽物だと、偽物。いやそらそうや、ね。あのほらほらほら、言葉が出ない。お城とかあるとこあるじゃん。お城とかいっぱいある。じゃあヨーロッパのお城がある。あ、姫路？姫路の山奥。あの辺もね古墳多いしね。あ、それで作ったわけじゃないと思うかけどこれ。で僕がね、可愛いなって思ったのが、あーこれ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 、あー女性じゃん、これ女、うん、これ巫女さんなの、巫女でしょ、うん、昔さ、もっくんが出てた、ああ中学隊のもっくんが出てた、何、聖徳太子って NHK のドラマでやってたでしょ、なんかあったね、であの時もののべと蘇我氏が、うん、守谷と馬子の戦争があるじゃん、うんうん、あの時ね、もののべの人たちなんか呪術的なシーンがあって、あ、変なお化粧してんのよ、はい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 、お顔になんか赤いのなんか、はいはいはい、塗ってって変な格好って、こう何を参照にそういう化粧とか
いい服とか着てたのかなと思った。埴輪だよねあれと思って。そうそうそう、こうなんかよく赤いのとかあるじゃん。こう目の下に二等辺三角形みたいな模様なんかついてるのとかでをこう参考にして、あそういう時代の。それこそだって俺魏志倭人伝にだって芸面顔に入れ墨入れてるって書いてあるじゃん。あれは入れ墨なの？入れ墨って言ったの。じゃあその昔のこの顔に。ああそれは分かんないね。入れ墨かもしれないし、まあ塗るかもしれないし。なるほど。なんかそういうのがちょっと女性のあの埴輪を見て。だって今でも俺アフリカとかなんかね、赤道直下のこういう原住民みたいな人も戦闘の時はこう体塗ったりとかするから、そうですね、まあ、戦闘の時にねこう奮い立たすのにああいうことしたんでしょうな。やる、なんか野球選手がほら目の下になる。あれはなんかでしょ、違うの、日焼け止めかなんかでしょ。あ、そうです、うん、さあ続いてはね、動物埴輪。はいはいはい。馬、牛、犬、鳥、鶏など家畜、うん、イノシシ、鹿、水鳥、ああ魚などの獲物といった古代の人々の暮らしの中にいた動物ばかりです。中でも儀式用に飾られた馬型埴輪の出土が多く、馬を持つこと自体が財力と権力のあることを示していたことがわかります。動物埴輪の中で最初に作られたのは鶏や水鳥で、鳥は魂を運ぶと考えられ、他の動物も儀式の捧げ物だったのでしょう。動物埴輪は主に古墳時代の中期から後期にかけて全国的に作られましたが、とりわけ関東地方は種類も多く形の面白いものも見られますということです、うん、まあやっぱ僕の中じゃ馬だよね。ヒンベイ、ヒンベイ、うちあのハニマル君とヒンベイのハニマルありますよ。うちもありますよ。あの宮崎で買いました。僕は奈良かな。なんかどこでも売ってんだよな。最近東京マジで売ってるじゃないですか。古代史系のとこにありますよね。うん、で馬なんか鶏もなんか昔から神聖な時を告げる動物だからね。そうそう。鳥さんだけど、魚の埴輪って僕なんかイメージがない。魚ね、あんまり分かんないね。なんかお箸置く、箸置きのイメージがあるよね。魚って言うと。箸置きや。そんな、そうね、まあ、でもたくさんいろんなのがなんか、これイノシシとか言って出来の悪いのが博物館で展示されてるのも見たことあるし、あなんかね、あの土偶より雑いなと思ったのがありますけどね。そう、うん、その動物の埴輪の雑さ、あなんか土偶の方がなんかそんなことないか。なんか動物とか社交機能と加工してるじゃん。なんか手が込んでるイメージがあるから。だって用途が違うじゃん。まあ、道具っていうのはまずまじないのね、お祭りのため使うもんだから、それは手の込んだもんだし、一個一個でしょ。うん、こんなものそれこそ何十体で作んないといけないわけだから。はい。まあこれは、まあ、関東地方の方が多いから関東のこういう古代史扱ってる博物館とか行くといっぱいいろんなのが見られそうです、ね、まあ、あるね。はい、続いて機材埴輪、うん、武器や武具、なんだこれ、うん、首長しか持てないような特別な道具をかたどった埴輪を古墳の外側へ向かって並べました、うん、亡き首長の権威を示し神聖な場所を囲んだ盾などの武器埴輪は邪悪な霊が外から入り込まないように首長を守っているようです。道具をかたどった埴輪は当時の生活様式を教えてくれる貴重な資料ともなります。また古墳時代を通じて作られましたが、大型で写実的なものから小型で抽象的なものへと作風が変わっていっていますとですね、うん、まあ、盾とかはなんかイメージがあるな、うん、武器は剣を
ああ剣の形のもありますね。あるの、うん、あんまり印象がないな。あと何、食器なんかも作ってるってことなんか。食器は違うでしょ。それ土器だよね普通の。ああでもそれは副葬品で中にあるじゃん。いやね、武器とか武具、うん、そういう装備品系なの。まあだから権威を表すような、力とか権威を表す、こういうね、例えば弓形とか言って、こう矢を入れてこう背中に背負うよ、背負う、はあ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 、そういう形とかね、剣がこう立ったみたいな感じになってるのとか、うん、なんでそれは本物を祀っちゃダメなの、入れりゃいい。あそうか、なんちゅうの、棺にはそういうの入れるけど、そうそうそう、副葬品は入れるけどね、うん、だけど古墳の外側はやっぱり、まあ、ある程度長い時間が保ってて、うん、ね、やっぱり看板みたいなもんでしょうね。なるほどね、うん、さあ最後です。家型埴輪、うん、首長の魂の拠り所、宿るところとして、その古墳の中心部分で最も重要な場所に置かれます。あのご遺体はね、はい、で、家型埴輪もそこに置かれるそうで、うん、死んだあの世と生きているこの世をつなぐ入り口が家型埴輪だったのでしょう、うん、家型埴輪には豪族の家や倉庫、納屋などの屋敷の様子を表現したものがありますということですね、うん、ケリーさんはあの三重県出身なんですけど、うん、三重県には日本で最も大きな家型埴輪があるんですよ。あ、出土してるんですよ、うん、見に行きましたよ埴輪館に。どこに。ね、三重県の、ね、松阪市にあって見てきましたけど、なんか家お家の形した埴輪見てもそんなにすげえって思わなかったのは僕の感受性がないからでしょうか。ふーん、でもこんなんじゃリカちゃん遊びもできないじゃないですか。バービー入れないですよ、うん、意味がわかんない。でもね、僕が見たその三重で見たのはどうだろう、このテレビぐらいの大きさあるんじゃない、これで何インチ、これ32かな、30インチぐらいは。あでもそんなもんなんだ。うん、それ以上でかくても邪魔じゃない。でも結構埴輪ってね、2メートルぐらいあるじゃないですか。あでかいのもありますね、普通に人物とかなら縮尺合わないじゃん。それは例だから大丈夫。都合よく。それこそお人形入れないじゃんっていう。あだから声だったら小枝ちゃんで、リカちゃんはちょっと小枝ちゃんでわかる？わかんない。え小枝ちゃんって知らないの？桂小枝。え？桂小枝？違うそれでもないし、あのお菓子の小枝でもないけど、小枝ちゃんってほら木に住んでるお人形さん。知らんな。宮崎さん女の子のお友達いないの？いっぱいいるよ。小枝ちゃんとかで遊ばなかったです？小枝ちゃんそんなのあったっけ？小枝ちゃんいました。今もあるんじゃないのかな、知らない。いやこれ絶対あのおもれきガールズから苦情来ますよ、ね、宮崎さん小枝ちゃん知らないんですか？バービーリカちゃんなんとかシルバニアファミリー、ああシルバニアファミリーぐらいの大きさ小枝ちゃん。ああでこれ出てきてました、これ家型埴輪、これは船だね、船の埴輪。それは船やね、うん、で こんなのが展示してて結構こんなでっかいの作ってどうするのっていうぐらい、まあ、でも最大でもそんなもんなんだ家型って。そうですね、うん、あれ船型埴輪が一番でっかいのは三重で出たんだっけ、なんか分かんなくなっちゃった、うん、まあ三重にもでかいのがあるんです、うんうん、でこれ埴輪は僕たち例えばどっかで古墳らしきとこ見つけて発掘したら家に持ち帰っていいんですか？それはそれはその土地の持ち主のもんなんじゃないですか。ほら天皇陵とかはさ宮内省だけどさ、その辺のがあここ実は古墳だったんだってとかあるかもしれないじゃないですか。でも別に誰無主の土地なわけじゃないでしょ。あそうか、うん、ね、やっぱり
ね、見つけたいのもあるけど、やっぱ埴輪って欲しいじゃないですか。あ、欲しいよね。破片、破片じゃなくて立派な埴輪、形を、形を。なので、さ、この今日最後はですね、埴輪の作り方を、あ、作るんだ、はい、レシピを、レシピ作るんでいいだ、はい、埴輪の作り方って書いてる資料があったので紹介しますね。はい、埴輪作りは初めの頃はそれぞれのところで作っていましたが、同じものをたくさん作るようになって、埴輪作り用の作業場で一斉に作るようになったそうです、うん、で、まず材料を集めてください。埴輪作りの材料、うん、粘土、うん、砂、はあ、水、はあ、薪、そらすやろを用意してください。はい、2番目、粘土をこねます。うん、3番目、円筒埴輪の場合は粘土を紐で輪を作り、その輪を上へ積んで大体の形を作ります、うん、どういうこと？ん？紐で輪を作る、粘土でこう紐にしてこう輪っか、粘土の紐を作って輪を作るのね。はい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 、わかります。で、4番目、仕上げに表面を平らにするときは、ハケ目という工具を使いましょう。はい。5番目、形ができたら1ヶ月ほど屋根のあるところで陰干しをします。これは粘土の水気を取るためです。水気が残っていると焼いているときに壊れてしまうからです。6番目、埴輪を焼きます。次に乾かした埴輪を焼きます。4世紀は焚き火のように薪を燃やし、その中に火を入れて、その火の中に入れてその火の中に入れ焼きました、うん、そのため、なんだこれ、ほ、はい、すす、すすですかこれ、うん、すすのような黒い斑点が埴輪の表面に染み込んでいます、うん、この焼き方を野焼きと言います、はい、5世紀には素焼きという器を焼くための釜焼きの技術が入り、埴輪も釜で焼くようになります、うん、その時薪を燃やす場所と埴輪を焼く場所のために置く場所とが、え、なんだ、ま、燃やす場所と薪を燃やす場所と埴輪を焼くために置く場所が別々になり、うん、斑点、黒い斑点がつかなくなります、うん、で、釜から出したら完成です、うん、はい、皆さん、埴輪とかって作ったことあります？埴輪はないけどね、縄文土器とか、なんか小学校の時、私もやったんですよ、うん、で、瓦の粘土、瓦の粘土を、黒いってこと？いや、茶色っぽか、黄土色の粘土だった。瓦って黒じゃない？瓦じゃないのかな、まあ、ともかく粘土の板なんか渡されて、半日かけてこねて、でやってなんか焼きましたよ。で、瓦でクラスで野焼きしましたよ。焚き火でね。で、うん、僕は先生に言われたのは、縄文風の土器で熱いから割れなかったって、うんうん、で、薄く作った人みんなプリプリプリパリパリ割れてましたよ、はいはいはい、うん、で、別に欲しくて作ったわけじゃないから、うん、なんでこんなの作ったんだろうって思ってた、うん、しばらく家にありましたけど ね、うん、ね、皆さんもぜひよかったら野焼きしてみてください、うん、やっていいのかな、良いでしょ、別に別に瓦で焚き火なんかするじゃん。一日焼いてますよ。あ、うん、数あればね、うん、一個でもだって焼く時間ってそんな一日も焼かないでしょ。何時間か焼きゃいいんじゃない。でも朝から夕方まで僕焼いたよ。それはこう全部一気にじゃないんじゃない。いやいや、みんなのローテーションとか。いや違うと思う。みんなのその乾かした時持って行って河原に持って行って、あー、まあ、ガーって燃やしましたけどね。1日だって弁当食いながらずっと焼いたの。焼きました。本当に？本当よ。あら、いや本当よ本当、1日かけて焼いたの。まだ数が多いからやっぱ日の回りが悪いんじゃん。あ、そういうことなのかな、うん、はい、今日はね、埴輪の話をしました、うん、ではね、お便りも紹介していきます。
はい、まず最初はね、みちのくの姉さんからいただいております。おケリーさん、みなずきさん、こんにちは。191話の YouTube 視聴者の年齢別の話に励まされました。私の年代とそれ以上の方を合わせると約 36%、 3割が中高年なんですね。これからは遠慮せずに昔話ができそうです。ね、あの YouTube で 何歳ぐらいの人が何割聞いてるかっていうデータをちょっと紹介したんですがね、中高年に愛されてるおもれきですね。趣味の織物をしながら私も全部聞き終えましたので、おすすめに従って YouTube で初めから再度聞き始めました。なんとお二人の初々しいこと、ケリーさんは古代好きで、みなずきさんは近代史がお好きなのですね、うん、ケリーさんのアスカの話を聞いてから私も思い出しました。初めて行ったアスカ村、アスカ寺の民宿に泊まったのですが、その日が高松塚古墳が発見された日だったのか、ヘリコプターがビュンビュン飛んでいました。へー、今のように道路も舗装されていなかったし、石舞台古墳もかっ、囲われていませんでした。柵で囲われていませんでした。昔は良かったと言ったら年寄りの話になってしまいますね。またケリーさんは一乗谷も訪ねているのですね。これも懐かしいこと。私とケリーさんは趣味が合うのかしらと笑ってしまいました。22年前の8月の写真を添付しておきます。変わっているのでしょうか。ケリーさんと同じく暑い日に行きました。一乗台の狭さに驚きました。攻められたら終わりですね。またいつか機会があれば訪ねてみたいものです。老若男女、これからも受け入れてくださいね。びっくり箱のように出てくる話題を楽しみにしています、といただきました、うん、ね、高松塚古墳が発見された日に飛鳥にいたんだって。へー、すごい歴史的瞬間にその町にいたって、なんかすごいですね。偶然ね。ねえ。で、22年前に福井県の一乗谷に行かれたんですって、うん、ちょっと写真があるんですが、はい、多分当時と今もあんまり変わってないような、これは気がしますが、まあ今ね、やっぱりちょっと綺麗になりましたよね。ちょっと整備化されてるのね、うん、だって飛鳥なんかもうどこの観光地もなんか柵作ったりしてさ、そうそうそう、なんかわざとらしく観光地になってるもんね、うん、まあ、仕方ないのかな。とね、なんか少し前の写真見たら本当になんかね、田んぼの真ん中にポロンってなんとか石とかあるけど、うん、今ねもう周りがすごい綺麗になっちゃって、なんかね、道も生活道じゃなく観光用の遊歩道になっちゃって、そうそうそう、うん、なんか昔の方が趣があったような気がしますけどね。まあね、はい、はい、じゃあ続いてですね、本名っぽいので UM さん、 UM、 はい、いただきました。少し話題が遅すぎるかもしれませんが、テレビ放送の回で街頭テレビを見た人は手を挙げてくださいとおっしゃられておられたので、恥ずかしながらメールします。昭和30年生まれの私が6歳から7歳の頃に大阪梅田で見ていた覚えがあります。おそらく曽根崎新地の手前、今の大阪第3ビルのあたりだったと思います、うん、当時あのあたりは闇市の残骸というか、小さな卸売業者がたくさん軒を連ねておりました、うん、淀屋橋の角には映画館の裸の大きな看板が堂々と挙げられていて、さすがに丸出しとはいかないので乳首だけ星形のマークが貼って あるのですが、かえってそれが卑猥な印象でした、うん、あんなところに夜小さな子供が一人で歩いているなんて今では考えられませんが、危なそうで危なくなかった時代だったようにも思います。大勢の通勤帰りの人が見上げていて、なんといってもプロレス中継が人気だったように思います。私と兄は当時幼少ながらタレント業をしていたせいで、うん、京都の路地裏の貧民窟でいいのかな、うん、貧民窟のような家に住みながら、仕事柄テレビは当時からありましたから、テレビ自体はそれほど物珍しくもありませんでした、うん、もちろん貧乏長屋ですから、お決まりのようにご近所さんに見に来て
ご近所さんが見に来ていました。まあ我が家は両親共働きだったのでちょっと良かったのかもしれません、経済的にね、うん、ちなみに当時からテレビ局で勤める人は両家のおしゃれなお坊ちゃまお嬢ちゃまでエリート衆プンプン、エリート衆がプンプンしていました外でロケはほとんどありませんし、冷暖房の効いた立派な建物で仕事をするのですから当然偉そうに見えますね。一方映画会社のスタッフは撮影のない日は敵屋のバイトをやっているようなヤバそうな人が多かったです。でも仕事自体はテレビより映画に出演する方が何倍もステータスが上な感じでした。当時の番組は昼間は人参や自転車泥棒というフランス映画を毎日やっていて、その後は夜までテストパターンになります。ただし夜は結構楽しめる番組がたくさんありました。ちなみにラジオは株式市場ばかりやっていたと思います。当時私は同年代の女の子と力道山の肩に乗って撮影をする CM の仕事が入り、力道山が多忙なせいかスタジオではなく競技場の楽屋での撮影となりました。もちろん当時は力道山は大人気でしたから、仕事とは言いながら随分ワクワクして待っておりました。しかし競技を終えてやってくる力道山はなんとあの宿敵恐怖の噛みつき男ブラッシーと談笑しながら仲良さそうに戻ってくるではありませんかまあ大人の世界なんてこんなものだと子供ながら鍛えられておりましたのであまりショックはありませんでした。おかげで街頭テレビにかぶりついて必死に罵声を飛ばす大人たちを見て小馬鹿にするようなひねくれた子供になってしまいました。まあその顛末がこの姿でありますが、老人なのでふと幼い頃の記憶がよみがえりお便りしてみました。これからもお二人のご活躍を楽しみにしております、ということですが、あとちょっとこのお手紙のちょっと訂正があって、淀屋橋にあった映画館と併設していたストリップ劇場のことだったかも、ね、うん、裸の看板は、はいはいはい、という、まあ、御堂筋になんかそういうのがあったそうですということですね。うん、UM さんは元タレント子役さんなのかな、すごい、うん、力道山ってすごいんでしょ、昭和20年代30年代に大活躍した、うん、まあそうですね、元お相撲さんでしたっけ、相撲取りです ね、うん、でそのと一緒にお仕事したって自慢ですよね。ああ写真撮ってね、ねえ、へえ、リスナーの方でこんなまた素敵な思い出がある方も、うん、まあいろんな人がいますわな、ね、なんかテレビの事情とかもいろいろ教えてほしいね、当時の、あ他にもね、まあ早早期のね、うん、そうでしょう、まあね、とか映画とかね、なんか関西の人みたいだから渦政とかにも出入りしてたのかな、ね、あかもね、うらやましいですね。やっぱはい、ありがとうございました。じゃあね、今日はねここまでにしますね、以上、はい、うん、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画、歴史小説、大河ドラマなど、歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください、はい、さらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。そしてインターネットラジオグッドエアでは毎週月曜日午後11時から最新回で、月曜日から金曜日の25時からは過去回を放送しています。こちらでもおもれきをお楽しみください、うん、では次回は200回だよ、来たね、来ましたね、ちょっと緊張しますね、はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さよなら、さよなら。